信念を捨てろ、持っちゃいかんって言われた時にピンときてなかったんですけどね。あ、むしろこれがね、日本民族、日本人、日本人の心、そういう昔日本の心なんて変な政党があってね、そうそう、昔日本の心を大切にする党なんてとんでもない政党があって、そこから引っ張り出されて参議院選挙のね全国区に引っ張り出されて、昨日見たんですよ。なんとね、ネットの YouTube の中に当時の僕の NHK の選挙なんつうの演説、あの NHK で全国に一斉に流す、もう絶対やんなきゃいけないんですよ。なんつうんだっけ、選挙政権放送、政権放送残ってんですよ。ネットで YouTube でバカがそれを録画したのを流してくれてんので、僕はその時は自分の中見ないから何喋ったのかほとんど覚えてないんだけども、たまたま昨日ちょっと夜暇だったから見てみたんですよ。ただね、何これ、自分のね参議院選挙全国区の僕の政見放送にこうやってちゃんとネクタイはしてないけど一応ちゃんとですね、あのジャケット着てこんにちはって言って、僕はシスター渡辺和子に恩返しをするために立候補しましたなんて言い出して、何言ってんのこいつ。いいですか、参議院選挙の選挙ね演説でシスター渡辺和子にねのご縁返しに立候補しました。シスター渡辺和子は皆さんご存知のように、226事件の時に、お父様であられる渡辺錠太郎教育総監を青年将校に目の前で射殺されてって陰陰言ってんで、シスター渡辺は、毎年の卒業式の時に、学生に対して、ね、置かれたところで咲きなさいとね、ちゃんと言ってくださってるにもかかわらず、今の日本の現状はどうでしょうか、若者が置かれたところで避ける場所でしょうか、なんて、おい、いいこと言ってんじゃんって、なんでこれで落ちるの俺って。でもね、あの時ね1万3000票得たんです。あの政治に詳しい人が後で教えてくれたけど、ど素人の無名な人が参議院選挙全国区に出たら2000票止まりなんです。親戚縁者友達みんな知り合いが入れてくれても2000票、それを1万3000票ってのはすごいって言ってくれて、その時一緒にね矢作直樹も出たんですよ。矢作直樹ね、矢作直樹東大医学部名誉教授のあの矢作直樹大先生、矢作直樹先生がずっとここでねやってた彼の講座はもう若い女性がいっぱいで、もうえらい違いやなとね、いや逆でした、すいません、僕の講座は若い女性ばっかりで、はい。で矢作直樹先生をこの日本の心を大切にするとは出したい、ついでに、ね、刺身の妻でこいつもまあ一緒に出しとこうと言ったら、彼は1万2000票、僕は1万3000票。彼は東京であの街頭演説もやり、それから街宣車にも乗り、ガンガンやってたんです毎日。僕は一切そういうのやらなくていいんなら出ますと言って NHK のね、あのその放送以外は一切何もしてない。でも1000票多かった。この1000票の差は何だろうと、僕のルックスかなとかね、冗談ですよ、こんなの矢作直樹聞いてたら怒るかもしれないから。でもいくら怒ってもね、彼はどうせ昔僕の副官だったから僕が言えばまあ許してくれるんですけどね。なんでこんな話してんだ。あ、信念を捨てろ、そうで、その1000票の差、僕は信念を捨てられるんです。矢作直樹は絶対に信念を捨てないんです。彼には彼にすごい信念なんですよ。日本はね、天皇陛下
を中心として、ね、きちんとした国体を守って、ね、本当に立派な国として、ね、立ち行かないといけないという信念があるんですよ。僕はどうでもいいんですよ。いや別に中国共産党組んだらくれていいじゃんって、何でもいいよ、もう俺さえ楽しく秘書のことを温泉でも行けれてりゃもうそれだけで十分だよと。その差が千秒の差を生んだ。だからね、だって皆さんも思うでしょ、あの矢作直樹先生の方が多い、圧倒的に得票多いはずだったの。もうみんなそう思ってましたよ。それが僕の方が多かったんで、どこに理由があるのって言ったら、2人の間の差は信念がない、信念を捨てることができてたか否か。つまり信念がない方が受け入れられるんですね。この度の昨日の選挙、昨日か一昨日かの選挙、日曜日の大阪、奈良、兵庫、維新の会ばっかりでしょ。なんで維新の会があんなに圧倒的に強いの。この中に維新の会の人がいたら恨まないでくださいね。信念ないんですよ彼らは。信念があったらもう大阪は都になってます、本当に信念があれば。だからないんですよ、言うだけなの。でも言うのが心地いいんですよ、心地いいことをおっしゃる。これで俺はかなりね、維新の会から狙われますよまあいいんですよ、もう本当にね、信念なんかないから。僕は信念があるとろくなことない。だから皆さんね、特にアクエリアスの時代になったら、信念がある人はある人だけで固まります、信念がない人はない人だけで固まります。でその間のいざこざはね、起きる可能性はあるんですが、それぞれの人が、個人がね、個人としてできるだけ信念は抑える、信念を前面に出さない。人は人、自分は自分、私たちは私たち、あの人たちは腹黒いんだと、もともと腹黒い生まれなんだと、私たちは清く正しい製品の生活をしてりゃいいんだと、あの人はね、本当にお金を横領したり銀行泥棒したり